ってるわけですけども、あの正直別に歌が好きじゃないですね、私ギター弾くのが大好きで、もう中学生の頃から勉強もそれでギターを弾いて、おかげで頭悪いんですが、で、高校も卒業し、音楽のね、専門学校に行って、そこから自分の曲をこう書こうってなって、で、1、2曲目が専門学校時代に書いた曲なんですけど、まあ、なぜ、詩を書くのも苦手なもんでね、続かない、集中できない、詩書こうって思って。本当に5分で、ああ、ダメだってなるんですよ、いつも。なんで、だから詩を書くのが好きなお友達がいて、その子に書いてって言ってもらった詩を私がメロディーつけてみたいなことを最近やり始めたんですけど、とある、まあ、今日のなんだっけ、タイトル、雨に歌えばでしたっけ。雨降ってます？全然降ってないですね。でももうすぐ降りますよね。帰る頃には降るし、明日も土砂降りなんで、まあいいでしょう。何がいい？で、次に歌う曲なんですけど、まあ当然みんな雨なんてね、嫌いだと思うんですけど、私も大嫌いなんですよ、雨。意味わかんないんで、梅雨も大嫌いです。もうすぐ、大阪ってもうすぐ梅雨ですか？神奈川は7月入った頃なんで、わかんないんですけど。雨嫌いだけど、次歌う自分の曲だけどね、あの、まあ、これ聴いてると、なんか雨の日でも、まあ、いいなぁみたいな感じで思える。うるさいですね、ずっと。なんだっけ、何の音しようか、この曲、自分の曲だけど、雨の日もいいなって思えるような曲です。あなたは乗れない。
「